はい、それではね、第3回でございます。第3回はですね、前回はね、エンジンとね、主翼、尾翼等々をつけました。ちょっとこれはね、先ほどつけました、あの照準ポットですね、AGM88 を発射するのに必要な照準ポットです。今回はですね、コックピット部分と足、まあキャノピーの取り付けをしていこうと思います。まずね、ここね、コックピットの、はい、椅子の部分ですね、頭とかね触っちゃうんで、最初にまずね、コックピットに蓋をしてしまいたいと思います。で、切り出すとね、こんな感じのクリア部品ですね。すごい小さいですけど。でね、バリをね、残ったのを取っていきます。ね、コックピット部品がね、小さくて透明なので、バリもちょっと取りづらいんですが、ね、それを我慢しながらやっていきます。いや、本当に、あーららら、コックピットね、 F16 はいいですね、綺麗でね、前が全部1枚物でできているので ね、 F2 はね、低空飛行をよくするっていうことからバードストライク対策としてね、分割されてフレームが強化されてるんですよね、確か。まあ聞いた話ではですけどね。ね、こんな感じで2つとも処理してみました。うん、置いてみるとね、ぴったり合いますね。じゃあまずね、この前の大きい方からくっつけていきたいと思います。ね、コックピットのね、透明さを損なわないように気をつけつつこう乗っけていきます。これだけでもなんかすごいですけど、後ろ空いてるのでね、こんな風に前がくっついたっぽいので、じゃあ後ろ行きますか。後ろはね、この後ろにポッチがあって、そこに入るはずなんですけど、入った。はい、乗りましたね。で、隙間から接着剤入れていきます。ね、こんな感じで入れていきます。いや、こうですね、戦闘機とかね、駐機してる時ってね、キャノピー閉まってますよね。まあスクランブルに上げる機体以外はですけどね。で、これどうやって開けてんだろうと思ったら、あの F16 ってこの辺になんかコンソールみたいなのがあって、そこガチャってやると開くらしいんですよね。と思いましたね。 F15 も多分似たような場所にあるんじゃないですかね、コックピット開放できる場所が。まあ、この合わせ目はね、やっぱどうしようもないような感じがしますね。すいません、 AGM88 倒してしまいました、ね、こんな感じでコックピット取り付け、コックピットは完了ですね。いいですね、 F16 のコックピットツルツルしててかっこいいですね。さて、では問題の足をつけていきましょう。まずは前脚からいきましょう。F16 ちょっとくっつけちゃったんですけど、あの中のあれ入れるの忘れてましたね。これはしょうがないですね。まああってもなくてもね、見た目ちょ上から見た時にちょっとなんかと思うくらいで、ね、大して変わらないので今回は放置します。いやー、ごめんなさい。で、前脚の組み立て、タイヤ C の6番はい、これですね。あー、嬉しいですね。もうタイヤが全部一体成形っていうのは、私からすればめちゃくちゃ嬉しいですね。しかも一体成形の割によくできてますね、これ。さすが長谷川といった感じですけどもね、こんな感じの足ですね、ようできておりますね。で、バリあるのでそれを取っていきます。ちゃんと地面に接してくれるようにします。はい、処理しました。で、足のね、この細い部分がですね、このちっちゃい穴にはまるらしいんですよね。
じゃあくっつけていきます。まあまずはこうはめて指で押さえといてからの接着剤、えい、今こんな感じで押さえてます。よいしょ。でちょっと置いときますね。ちょっと今謎のパーツがね1個あったんで、ちょっと後からつけてみたいと思います。ちょっと放っときますね。ちょっと接着剤追加しておきます。ちょっとぐらついてますけどくっついてはいますね。こんな感じの斜めの足ですね。よいしょ。で次メインギアの方いきますか。メインギアの部品は何番でしょうか。 C の8番ですね。右がちょっとね、これこのタイプのギア好きじゃないんですよね。うまくつかなくてね。この2つの部品ですね。で8番どっちでしょうかね。右からいきますか。よいしょ。はいね、こんな風なちっちゃい部品ですね。でこの部品のとこにですね、すごいちっちゃなね、このポチってやつがついてると思うんですけど、これ切り取っていいそうです。はいね、切り取りました。ね、最初に接着剤つけてしまいます。つけていくのでね、ビッとこんな風に入れて、見えづらいですけど、ね、こんな風に、ね、斜めにつきますと。ちょっと接着剤追加します。本当に華奢な足でよくあんな重量支えてますよね、戦闘機って。でくっつくのを待つ間にですね、もう片方切り出しておきます。もう片方は C の9ですかね。でこの後ですね、またあのシリンダーをつけなきゃないという地獄の時間がやってまいります。私本当あのシリンダー嫌なんですよね、つけづらくって。あ、そうだ、その前にですね、一つ部品忘れていましたね。本当なきゃやばいやつ、この C の1番2番のこれですね。これないと左右とあの部屋が分かれませんので、忘れてた忘れてた。いや気づいてよかったです本当にね。ちょっとねこれもバリを処理します。でこれですね、切り欠きがあるのでその向きに合わせて入るかな。結構この部品かっちり入りました。あーでも奥まで入ってるのかな。入ってるっぽいですけど、で入れたらお約束通り接着剤を入れときます。ちょっとでくっつきますね。もともとカチッって言って入ったので。で次こちらの足もねつけていきます。ちょっとね接着剤固まっちゃったので追加します。こんな風に押さえておきます。ね、この時にね足が斜めっちゃうと、ね、機体も斜めになってしまうので、ね、まっすぐつけてあげます。ね、こんな感じで、で、その固まるのを待つ間に、あの足を引っ込めるシリンダーですね。F16 の場合は2本あるみたいですね。まず B の20という部品を取り出します。はい、こういうね小さな部品です。見えますかね、これです。
で、今切り出したのが B の20 A という部品なので A は右側につきますね。これがまたすごくつけづらい場所に、今なんとか乗ったので接着剤流し込んでしまいますか。ここにね、なんとなく部品が一つ横にこう入ってるのが分かると思います。これが足引っ込めるシリンダーですね。で、これがもう片方ありますと、当然で、もう片方もつけていきますとね、こんな風にね、ほんのちっちゃい部品がねついてるんですよね。ね、さすがにこういう部品をね一体成形するのはね、金型上ね難しいんでしょうね。で、これもね、これを同じように、あ、部品飛んだ。だいたい3分後。いや、ちょっとね、部品がちょっと今ぶっ飛んでってしまってなくなってしまったので、別なプラモデルに使っていた足の部品をね、ちょっと流用してやっていきたいなと思います。見かけ若干太いくらいですね。これ確かファントムの足だったような気がします。ちょっと純正部品ではないですけど、致し方ないので、はい、なんとなくね、画面下側の斜めの棒の方が太いような気がすると思います。こっちがね、ちょっとファントムから部品取りしたものですね。 F4 から部品取りをしたものです。ああ、よかった、なくしたけど部品取りでどうにかなってよかったですね。で、次ね、なくしちゃうとどうにもならない部品ですね。はい、この足をね、支える、なんだ、ヒンジみたいなもんですかね、それを取り付けていきます。右からつけるので10番からいきます。よいしょ。で、まずこのね、ミニヒンジをつけていきます。若干太い方が下になってるみたいですね。また吹っ飛んでいきそうな小ささですけど、先にね、こう接着剤乗せてしまいますか、ね、こんな感じで乗るみたいです。で、こっから接着剤を追加していきます。で、逆側もね、つけていきます。逆の部品はね、この左は9番という部品です。いや、良かったですよ、本当に部品買う羽目にならなくて。ちょっと今パーツが折れてしまったので、今修復作業中です。いや、本当ね、一回パーツがね、なくしたり折れたりするとね、買い部品がないんで、まあ、んなもんケチらず買えっつう話なんですけど、ね、制作の足を止めてまでそういうことできないので、よいしょ、なんとか部品再生できました。はい、で、今足が2本生えてる状態ですね。では、シュリンね、ギアの方をつけていきましょう。ないと、これですね、この G の4番という部品をつけます。
よいしょ。ね、こういう部品もね、処理してあげないと、ね、地面につかないので、ちゃんと。ね、軽くバリを処理してあげます。まあ、本当にがっつりですよ。がっつりやらなくていいっすよね、こういうのね。ね、ちょっとやるだけで変わります。でこれはね特に左右がないっぽいのでちょっと入れた感じがきついな。ちょっとほじほじしてみます。こんな感じで、あ、ほじほじしたら入りましたね。くっつけてみます。もう片方が入ってくれるかどうかなんですよね、これ。ちょっとはめてみますわ。あ、こっちは普通に入りましたね。若干なんか右の足が高いような気もしますけど、気にしません。はい、こんな感じでくっついております。で、くっつけるのを待つ間に、で今度前の足のカバーつけますか。前足のカバーは何番ですか。後輪の部品を間違って最初に切り出してたっぽいので、あ、前足これですね。 F の7番。なんか大きいなと思ったら、でね、バリをいつも通り、処理し、でこのところにね足をはめ込んでいきます。最初に接着剤乗せておきます、ね、こんな感じでつくっぽいですね。さっき間違えて切り出しちゃった後ろ足の部品もつけていきます。このね、若干キュッてなってる方が前に向くみたいですね。じゃあこれは左からいきましょうか。でですね、でこの部品ですね、あのカバーを引き込む部品をつけていきます。でこの部品も最初に接着剤を、つけて、ね、こう押さえておきますと。でこんな感じで今止まってるので接着剤流したいと思います。で同時に反対側もやってしまいますかと。で今ねこのちっちゃいのが止まってるので接着してしまいます。でそこにこの足のカバーを、ね、先に接着剤こっちは止まらないので乗せてしまいます。はい、こんな感じでついております。はい、置いてみるとねこんな風に立ちましたね、自分で。で最後にですね、ピトー管をはめなければいけませんね。 B17 という部品ですね。 BBB 今ちょっとピトー管のねバリを取ってるところでございます。
この先の穴にねはめるみたいです。で入ったので流し込みます。で最後にこの部品をつけて完成になりますかね。これね下につく部品だと思います。ちょっと入りづらかったのでわずかに加工します。もうちょっと削る必要がありそうですね。よいしょ。まだ入らない。よし、なんとか入りそうなので接着剤を塗りますと。はい、こんな感じでついてみました。はい、ということでね今回は F16CJ を作ってみました。素組みをしてみましたというね動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。武装とかの紹介もなんかねしてほしいというね、お声があればやろうかなと思います。ありがとうございました。